ガスパルデ・ポルトラ・ロビラは、スペインの軍人、ヌエヴァ・エスパーニャの管理職で、アルタカリフォルニアの初代総督であった。スペインによる、アメリカ大陸の植民地化のための陸路及び、海路の探検の司令官として、サンディエゴとモントレイに駐屯地を建設した。また、サンディエゴからサンフランシスコまで、最初の陸路の探検隊を率いた。その土壌多くの土地に命名し、その多くは、 現在も使われている。ポルトラは1716年1月1日にスペインのカタルーニャ地方、ゲンリエイダ県のオスデバラガーでカタルーニャ人貴族の家に生まれた。ガスパルはイタリアとポルトガルにあるスペイン軍の兵士として働いた。1734年に、昭和1734年に中尉に昇格した。1767年までにイエズス宣教師は、 バハカリフォルニア半島に伝道書を築いたが、イエズス会が蓄財して兄弟になりつつあるという噂が流れた。ほぼ世界的に起きたイエズス会に対する迫害の一環として、カルロス三世はイエズス会イを追い払い、イタリアの強行領へ退去させるように命じた。王の命令に従って、ヌエバエスパーニャ副王は伝道書にいるすべてのイエズス会イを捕らえるように命じた。 ポルトラはイエズス海士を追い払うための責任者となった。伝道書はフランシスコ海及び後にはドミニコ海に与えられた。スペインはバハカリフォルニア半島より北の太平洋岸に伝道書やその他の入植地を設立して、そこが他国の領土して宣言されるのを防ごうとしていた。 イギリス人はすでに北アメリカ大陸東岸とその北の現在のカナダに植民地を設立していたが太平洋岸にも探検者を送り込んできた。ロシアの毛川漁師はシベリアからベーリング海峡を渡ってアリューシャン列島やさらに東部へやってきた。1768年1月23日にカルロス王と副王の間で文書が交わされスペインが 太平洋岸に沿って北へ支配を拡大し、早期の探検者であるフアン・ロドリゲス・カブリリョやセバスティアン・ビスカイノによって報告されていたサンディエゴ湾やモントレー湾に植民地や伝道所を設立することに決定された。ビスカイノは1602年にモントレーまでの海岸線の地図を描いていたが、その後166年間ほとんど何も行われて来なかった。1768年5月、 スペインからの観察官である、ホセデガルベスは、海陸双方からの探検隊を組織した。ポルトラが、両カリフォルニア総督に任命され、全式権を与えられた。探検隊のフランシスコ海宣教師の指導者である、フニペロセラが、精神的な問題に関する指揮を行うことになった。海と陸とに分かれた探検隊は、サンディエゴ湾で落ち合うことになっていた。 ジュゼップ・マリア・スビラックスによる、ガスパル・デ・ポルトラの像1769年1月10日に、第一の船であるサンカルロス号がラパスを出港した。第二のサン・アントニオン号は2月15日にサン・ルーカス、岬を立った。同時に、陸路体験隊を構成する集団がロレトから、北へと移動を始めた。陸路の探検隊はセラが最初の電動所を設立したベリカダに集合し、 ポルトラの計画によってタイは二手に分かれた。主犯は馬車の通れる道を建設し、現住民を意部することを目的とし、フェルナンド・リベライモンカダに引きられて、3月24日にベリカダを出発した。フランシスコ会の記録者であるフアン・クレスピも、リベラの藩に同行した。ポルトラによって引きられるもう一つの藩には、フニペロセラも同行し、宣教師、植民者、 川の上着を着た兵士たちから成り立っていた。第2班は5月15日にベリカタを出発した。フニペロセラは探検中に新しく2つの伝道所を設立した。ロサンゼルス、エリシアン公園の記念名版ビスカイノがサンディエゴ号の井戸を間違えていたため、船はサンディエゴを通り過ぎて北へ行き過ぎてしまい、引き返す必要があった。サンアントニオ号は4月11日に到着した。 最初にラパスを出たサンカルロス号は強風と嵐に遭遇し4月29日に到着した。荷物を乗せた第3の船は行方不明になった。苦しい旅のためにカイロを旅した人々の大部分は病気になり多くが死亡した。バハカリフォルニアを出た219人のうち生き残ったのは100人あまりに過ぎなかった。5月にリベラは現在のサンディエゴに到着し、 カイロの探検隊と合流した。彼らは現在の旧市街にキャンプを設営して第2班の到着を待った。ポルトラの陸路探検隊は6月29日に到着した。モントレー湾へと急ぐため、ポルトラ、フアンクレスピ、63人の川の上着の兵士、そして食料を運ぶ100頭のラバは1769年7月14日に北へと向かった。 1>, 1日に2から4レグアの速度で徒歩で進み、8月2日に現在のロサンゼルスに到着した。翌日、後にサンタモニカのウィルシャー大通りになるインディアンの通り道を進み、現在のサンタクラリタのソーガス地区にあたる場所に立ち寄った後に8月19日に今のサンタバーバラに、9月13日に今のサンシメオンに到着した。10月1日に、 ポルトラのタイはサンタルシア3 0を抜けてサリナス川川口に到達した。サンディエゴからは約 650km、ベリカタからは約 1600km の距離を徒歩で進んで目的地のモントレー湾に到着した。ビスカイノは湾の形を王の字のようにマリーとしていたが、タイの一部のメンバーは湾岸に沿って2回も更新してみたにもかかわらず、湾が 半円形であることを認識できなかった。そこを目的地と認識するのに失敗した一行は、湾に沿って、さらに北上し、湾の北端に到達した。10月18日に、クレスピはそこにある川をサンタクルスと命名した。さらに北上して、10月31日には、サンフランシスコ湾に到達し、湾の南方の、現在は、ゴールデンゲートの名で知られる場所に、多くの名を付けた。 タイはそこからサンディエゴへと戻ったが、キロでもモントレーの港を見つけることに失敗した。主にラバの肉を食料としながら、1770年1月24日に帰還した。サンマテオにあるポルトラの最北端キャンプ地の名番。カリフォルニア州歴史的ランドマーク第2号、ポルトラの将校の一人であったビセンテビラは探検隊が第2の十字架を置いた場所が、 実際のモントレー湾であったと、ポルトラを説得した。補給品を整えた後、ポルトラとセラは再び、モントレー湾を探して、成功したらそこに植民地を建設することを目的として、陸路と海路の両方の探検を行うことを決定した。1770年4月16日に、サンアントニオ号が出発した。船には、セラ、ミゲル・コスタンソ、軍の技術者と、 地図作成者、陸軍の下界であるペドロ・ブラッドが乗り込み、モントレーでの電動に必要になる荷物を積み込んだ。4月17日、ポルトラの陸路体験隊は再び北上した。探検隊には、ペドロ・ファヘス中尉、12人のスペイン人志願者、7人の川の上着の兵士、5人のバハカリフォルニア・インディアン、2人のラバ引き、及び探検隊の司祭として、 フアン・フレスピが参加した。探検隊は前年の冬にサンディエゴに帰還した時と同じ道をたどった。36日間更新し、休みはわずか2日間だけしか取らず、1770年5月24日に第2の十字架の地点に到達した。ポルトラは晴れた日に高台に登り、この丸い港がビスカイノの記述に一致すると判断した。 ここが、モントレーワンだと認識した後、かつてビスカイノに同行した、宣教師が1603年に礼拝を行った、多くの木の近くでミサを取り行った。1770年6月3日、ミッションさん、カルラスデボロメオを着工し、プレシディオを築いた。ポルトラの総督としての仕事は終了した。ポルトラは、ペドロ・ファヘスを公認として、 6月9日にサンブラスへと出港し、その後アルタカリフォルニアに戻ることはなかった。1776年、ポルトラはプエブラ州総督に任命された。1784年に公認者が決まった後、費用を前借りしてスペインに戻り、ヌマンシア竜気兵連隊長を務めた。1786年2月7日には、リエイダのトリデと城のテニエンテデルレイに任命された。 同年10月に没した。カリフォルニア州パシフィカにある高さ2.7メートルのポルトラの像は、カタルーニャの彫刻家であるジュゼップ・マリアス・ビラックスとその同僚であるフランセスク・カルリアによって作られ、1988年にジャナラリターでカタルーニャからカリフォルニア州に寄贈された。プラマス軍のポートラ市、サンマテオ軍のポートラバレー、サンフランシスコのポートラ地区は、 ポルトラにちなんで命名された。カリフォルニアの多くの学校名も、ポルトラにちなんだ名前を持ち、その中には、ポートラヒルズのポートラヒルズ小学校、サンブルーノのポートラ小学校、エルサリートのポートラ中学校、サンディエゴのティエラサンタ地区にある、ガスパルデポルトラ中学校、ロサンゼルスのターザナ地区にある、ポートラ中学校、オレンジのポートラ中学校がある。 オレンジの学校は探検隊がサンターナ川を渡った箇所の近くに位置し、校内にポルトラ探検隊を描いた60フィートの壁画がある。アーバインとレイクフォレストを結ぶポートラパークウェイもポルトラにちなむ。現在ポートラパークウェイが通っているのと同じところをポルトラが通ったと伝えられている。モントレー湾岸に沿って走るポートラドライブは、 サンタクルーズ郡のプレジャーポイント一帯のメインストリートであるコーアチェラバレーに位置するパームデザートにはポートラアベニューが南北に走る。ありがとうございます。